皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回は高知のプロ版のザーメクチーズをやっていきます。特級食推奨レベル65レインチーズになります。スゲモンスターがシマシマキャット、笑い袋、シノーモン、毒芋虫、さまよう鎧、サイ男、マジカルハット、リザードマン、リカントマムル、ボボンガ、ブラックチャック、メタルエンジェルになります。装備は心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回やっていくのがカルベロ牛とムトツと闇竜の牙のいきなりスキルですねをオンにした状態でやっていく。で、闇竜の牙のいきなりスキルの闇竜の方向、戦闘開始時に最大 MP1 を消費し、まれに敵全体を戦意喪失させ、忍者海賊装備時に敵全体を戦意喪失させる。で、まあ今この周回してる状態は闇竜の牙のその闇竜の方向をオンにした状態でやってるんですけど、オンにした状態でもさまよう鎧、リザードマンあたりが厳しいですね。さまよう鎧は、闇竜の牙のいきなりスキルをオフの状態でも消滅まで持っていける場合があるんですけど、リザードマンは闇竜の牙をいきなりスキルをオンにしないと無理ですね。かなり厳しいです。暴走すればいけますけど、暴走しない状態で、まあこれですね、この今オンにしてる状態でもこう残ってしまうので、じゃあオフにしてしまうと無理ですね。なんでまあ闇の牙のいきなりスキルは必須なのかなって思います。まあ、この地図に関してはなんですけど、まあリザードマンがどうしてもね残っちゃうんですよね。まあ自分は一応4凸は持ってるんで、まあ4凸だったらまあ普通にパンパンでいけるんですけど、まあ、無凸で闇竜の牙なしの状態だと厳しいですね。今はオンにしてるんで、今リザードマンは消滅まで持ってきたんですけど、やっぱ厳しいですね。だから闇竜の牙がね今年復刻されれば、それとね、まあ、カルベロビュート持ってる方は闇竜の牙を狙いに行くのもいいかもしれないですね。ただまあ今年復刻できたとしても天井がないので、それがねまあ闇ガチャ、になっちゃうんですよね。なんでまあもし今年ね闇竜の牙来た際に、復刻が来た際に狙う時はまあ、他の武器のピックアップも見極めてガチャやった方がいいですね。あとはまあ100連だけとか、そういう風に決めてガチャをやった方がいいと思います。やっぱどうしても欲しい武器っていうのはやっぱりいろんな配信者が言ってると思うんですけど、6万その欲しい武器が来た時に6万ジェムを使って天井まで回す気持ちでやった方がいいと思う。中途半端に終わらせてしまうと、そこで取れなかった時に後々ね多分後悔してしまうと思うんで、本当に欲しい武器が来た時は中途半端にやめない、中途半端にガチャをやるのは、やめた方がいいと思うんですよね。なのでやっぱ6万ジェムを貯めといて、で絶対欲しい武器が来た時に天井までやる気持ちの方が
いいと思うんですね。まあでもまあ溜まってない状態でもガチャはね引きたくなる、気持ちはね自分もわかるんですけど、ただまあ出るかもしれないっていう気持ちでもちろんね引くっていうのもいいと思うんですけど、出なかった時のことを考えるとね、かなり、残念なガチャになってしまうので、マイレージはねマイレージはいいと思うんですよ、マイレージは全然使うのはいいと思うんですけど、ゲームはねやっぱり、もったいないので、マイレージ、まあ、チケットをね貯めて引くっていうのはね全然いいと思うんです。マイレージもね、3万までしか貯めらんないんですよね現状ね。なんでまあ調整しながらやっていかないと、そのまあ今だったらドラクエの日までに溢れちゃうので、そこ結構難しいですね。だからマイレージももう少しね上限まあ6万とか持てるようにしてほしいですよね。あとやっぱりやってほしいのがチケット、そうですね、マイレージでもチケットでもスタンプが押されるようになってくれればそれこそ最高なんですよね。他のゲームとかだと貯めた分でもちゃんとスタンプが押されるっていうのがあるので、ドラクエウォークもね、まあマイレージで10連やった際もスタンプを押されるような仕組みになっていけばもっとねガチャが回ると思うんですよね。まあもちろんね売り上げのこととかもあるのでそこは難しいとは思うんですけどね。現に今いろいろね、マイレージのマイレージを結構取る方法っていうのは結構増えてきてるので、まあ雨の日のあの交換所でもマイレージ取れるし、あとは宝の地図をクリアしてマイレージもらえたりとか、そういうのもいろいろあるんで、まああんまね贅沢は言えないんですけど、ただねやっぱ一番は、ガチャでいい武器取れるっていうのはまあ強化につながるので、やっぱりねスタンプマイレージでもマイレージ10連でもスタンプがたまるようになっていけばそれこそ最高になるんですよ。現状ねやっぱジェムの10連じゃないとスタンプが押されないっていうのが現状なんで、そこはねマイレージ10連でもスタンプが貯まるようになっていけばこれこそ最高です。そうすればねまあマイレージ貯めといて欲しい武器が来た時にぶっぱすることもできるんで、まあ、なかなかそこは難しいとは思うんですよね。まあ自分もねとりあえずドラクエの日多分強い武器間違いに来ると思うので、まあね天井までやるかは分かんないんですけど、ただまあ様子見てこの武器は天井まで行った方がいいって思うような武器が来たら天井までガチャ回したいと思います。まああとはまあ今来てる武器もまあマイレージで引けるだけは引こうかなって思って、でそろそろかな、そろそろ終わりかな。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価 YouTube チャンネル登録のもお願いします。